はい、皆さんこんにちは、ジョでございます。88の大航海時代やっていきましょう。とりあえずね、セビリアに向かいましょうか。おや？おや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 、あ、そらそうか。ごめんなさい。録画アプリの方一生懸命操作して動かないと思ってやってた。行きましょう。セビリア向かいましょうね。はい、セビリアで砂糖をね、ドカンドカン売ってお金を貯めて、ああ、そっか、乗員も移さないといけないんだね。まあ、さっき、とにかくさっき荷物をさっき出さないといけないので、そうだね、いつ乗員増やそうかな。なかなか難しいんですよね、乗員増やすのね。はい、セビリア、よいしょ。あ、刺さっちゃうかな、これ。この斜めはいけないかもわかんないね。刺さっちゃうかもしんない。ほら、刺さっちゃってないか。ないか。ああ、こう、刺さないんだね。ああ、押しちゃった。あ、お、よかったよかった。おー、キャンセルじゃないよ。ああ、キャンセルじゃないよ。ごめんなさい。はい、セビリアに寄りましょう。さあ、これで2番艦も軍艦にしてと。はい、あ、酒場でバイオリア戦会に名前が変わってんね。え、あの、ここって怪しいところですぜって言われたような気がしたんだけどね。え、イスパニアなんで。さあ、あとアルジェも行った方がいいのかな。確かアルジェも行った方が、あ、ちょっとごめんなさいね、アルジェも行った方が人がいるかもしれないんだよね。まあ、とりあえず売りましょう。あ？やっちゃったかもわからん、やっちゃった。あー、やっちゃった。お金マックスできちゃった。あれ、私お金マックスできちゃったね。投資できないんでしょうね、セビアは。ね、王様の許可なしには。だから、あっちゃー、お金マックスできたんだね。ごめんなさい、ちょっとリセット言います。金稼い、1万ぐらい残した方がいいのかな。砂糖だけじゃ船帰るほどいけないよね。あ、間違えちゃった。いや、あららららら、ら、あ、いやいや、無駄に時間使っちゃったね。あっちゃ、またここだ。はい、何でございますか。貯金ですね。28万6千枚。何枚預けようかな。半分3万だったら、でも砂糖しかないんだよね。2万にしとこうかな。あ、いや、4万預けよう。はい、1日経つの、これでも。あ、よかった。経たなかった。この1日経つ条件って、いちいちなんかカウントしてんのかな。
や、ちょっとね、取り返すためにね、早く送っちゃいましょう。早送りしちゃうとなんで笑っちゃうんだろうね。刺さっちゃった。もう頼むよ。はい。で、こっからこうだね。はい。はい。あ、ね、この港なんかおさん臭いですって言うんですけどね。さあ商品売りましょう。さあと砂糖。え？え、セビリアって砂糖売れないの？いやもう売るしかないよ、船乗り換えんだからね。おお、3万。ああ、まあとりあえずいっか、これで2番目の船を乗せ替えましょう。ああ、びっくりしちゃった。あれ、セビリア砂糖ダメなのか。ああ、まあ仲間いないでしょうね。いませんか。はい、乗組員は、あ、せっかくだから集める？集めちゃう？集めましょうか。まあ、とりあえず50で。はい、2人の荒くれどもが集まりやしたと。たった2人か。2を0にして、3を、10だね。あ、5にしよう。5に全部割っちゃおう。はい。1号の乗組員。あら、私が押してるのが全然言うこと聞かないね。5っていうのは天気で持っていくのか。もう覚えてないや、全然。はい、いいですぞ。いいですぞって言っちゃった。さあ、1日経つこれ。ああ、経つのか。酒飲んでないのに。さあ、じゃあここで船を変えましょう。あ、売却できるのかな。あ、できないよね。あ、船ごと売却か。はい、2番ね。はい、せいぜい2700枚。安いな。じゃあ厳しいな。売るのはリスボンで売った方がいいのかな。あ、どの船を売り飛ばそうってんだいと。はい、負けてくんなかったね。いいでしょう。はい、造船しましょう。で、心臓ね。はい、ガレオン級で、マボガニで、で3本四角砲で、いいですよと。18000、18500で、大砲は60で、アラクレは200人。はあ、いいですよと。これ2号だね。はい、マルコさんだっけ。さあ、これでで改造だね。で、選手像ね。下回んないや。2番に、お、怪人。3万2000は無理だな。選手像。もうちょっとなんとかならないかな。これの辛いとこが、財布がちっちゃいのがほんと辛い。あ、しまった。しまった、しまった。
選手像、2番に竜は16000も、ああいいね、うん、いいです、いいです。で、出ていきましょう。さあ、これでガレオンが 2層、ガレオンが2層になったので、ちょっと人増やすこと考えようか。いっぱい上がってあったら乗組ね、集めましょう。50でね、こういうとこがケチねえね。こういうのがケチくさい。2人しか集まらないね。じゃあね、とりあえずここを15人で、ここを10人にして23人、20人で、これを18人、いや、ベースで増やすか。そうしよっか、15人、15人、15人、13人、全然ベースになってないけど、まあいいか。はい、じゃあ出ていきましょう。いやー、で次は、まああれはたらふく乗ってんでね、補給物資はね、たらふく乗ってんで、じゃあ次どこ行きましょうか。アルジェ目指しましょうか。ということはアフリカ周りで、またそうだね、またピサで買って、お金たんまり増やして、ちょっと投資もしたいんだけど、イギリス遠いんだよね。さあ、さあこれでいきましょうか。そういや、これが放映されるのは月曜日かな、5月の3日かな、ちなみにこれ収録したのは今5月の1日なんですけど、また地震がありましたね、宮城でね、宮城県沖言ってましたけど、震度5強言ってましたね。で、あと大阪はなんかね、すんごい風が強いですね、まあ、台風が来てるみたいなんですけども、なんか暴風警報がね出てたみたいで、あーいやいや、そっち行きすぎ、こんな狭いんだね、ここ。いやー、まあね、コロナなんで外に出ることはないでしょう。あ、でも私ね、ゴールデンウィーク中はちょっとね出勤しようと思ってるんですよね、特に夜からね、ちょっとあるね、あのサーバーのプログラムを変えるんですけども、業務してる時に変えちゃまずいなと思って、てかね、今回のね資源がねあまりに古くてね、古くて、あの、あ、これがあるんだっけ、あまりに古くてね、あのテスト環境作れないんです。あ、これあるじゃだね、あのね、なんて言うんでしょう、サーバーは一回リプレイスしてるんですけど、中身が古すぎてね、ほんとね、あの普通だったら私仮想環境を作ってね、あの全く現場と同じ環境を作ってテストするんですけど、今回はそれができないので、いや、まあやれることないんですけど、やると多分すんごい日数かかっちゃうんで、時間がね、もうそこは諦めて、もう本番を直接いじくってやろうっていう、まあ無謀でもないんですけどね、これが本当にね、お金絡んでるシステムだったら無謀ですけど、全くお金絡んでないシステムなんでね、お金は取り扱わないシステムなんで、ああ、まあまあそれだったらいいわねっていう感じですね。で、お金売る。あ、お金じゃない。あ、そうか、この船ね、商品積み込んでないのか。羊毛64。高くないけど安くもないね。先買う？ああ、でもまあまあ、砂糖は、安いね、ここ全般的に。先買っちゃおうか。先買って値を上げちゃいましょう。買えるもんがない。綿織物？綿織物どうなんだろう。綿織物は、綿織物41、ちなみにワインが37っていうのはちょっと安いです。相場だからちょっと低いと思いますね。
でもほとんどね、利幅がないと思うんで、やめとくか。かといって売るのはじゃあどうなのと。いや、でも物やっぱ流したいね。物流したいから。あ、でも今2410枚しかないのか。売っちゃおうか。美術品。まあ、美術品どこでも売れそうだからね。砂糖44。44は安いんだけどね。握るか。買えるもんないから握っちゃおう。握っとこう。あ、じゃあね、ちょっとお試しで。はい。お試しで絹買っちゃおうかな。59ね、ちょっと待ってたね。一応打ちましょう。ワインの、絹織物ね。あ、綿織物か。綿織物。綿織物は59。で、これ買ったのがアルジェ。まあ、レート的に安いと思うんですけどね。買ってみましょう。59枚ですよ。イエス。40しか買えないか。これお金なくなっちゃったんだね。まあ、1000p でもいいか。いいわ、いいわ。あ、ダメだ。ダメじゃないか。商品売っちゃおう。少し売っちゃおう。あ、ちょっと上がったわ。あ、ビズイン404。まあ、400超えたら売ってもいいかな。4も65。4も65は辛いけど。砂糖40、砂糖にしておこう。はい。あ、もういい時間になっちゃったね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88の大航海時代終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。